バックサイドエア、はい、そうそう、これわかります、はい、フロントサイドからの回してきてのフロントサイド10H ですね。フロントサイド 10H、 これはダブルコークの 10H です。キャブですね。そしてフロントサイド、なんでそんなバッチャンなんで、フロントサイド9ハンドル、900というのもあります。そしてダブルコークフロントサイドダブルコーク 10H、 ダブルコーク 10H、 ダブルコーク 10H、 全然ダブルコーク10、 1080でバックサイドから入るのもあるんですか。それでバックサイドのダブルコーク1080もあります。どっちが難しいですか。その選手によってその得意不得意という部分があるんですけど、あ、まあ、でもなんとなく今見たらこう回っててこう降りるときに横に回ってるような気はしますね。さあそして今度は平岡選手見てみましょうか。平岡選手これ2回目よく頑張りましたよね。そうですね、高さとスピードですね。来ますよ。メダルを狙ってドロップイン。バックサイド。これはバックサイド540です。回転半。フロントサイドの9ハンドル。バックサイド。バックサイドの9ですね。いいですよ、いいですよ。そしてフロントサイド。フロントサイドの9。そしてここでジャブの。ジャブのダブルコーク。勝負に行く。いった。そして。フロントサイドのダブルコーク10。いや、なんだ。ダブルコークの1080って相当難しいですね、はい、これが決まるとやっぱ上位に行けるという。そうです。あ、よし、どっか行って喋るぞ。ちょっと分かってきたぞ。しかしあれですね、飯山さん、我々あの競技の若い子はとか言うのやめましょうね。いや、もうこの